そうですね、覚えてます、ね。ありがとうございます。はい、もう本当にもう勝手に北米専属のインタビュアーと勝手に思ってたので、ね、他のインタビュアーの取材は断っていただけたらと思うぐらいの、冗談です。すいません。はい。今、ニューヨークから連絡させていただいてるんですが、ニューヨークの方は今、また学校もクローズして、なかなかコロナが収束しづらい状況になっています。今現在のロサンゼルスっていうのはいかがでしょうか？どんな状況でしょうか？深刻ですね。ちょっと僕はちょっといろいろあって、今、エンターテインメントインダストリーというか、その、ハリウッドに関しては、フィルムインダストリーは今、エグゼンプトされてるっていうか、要するにまあ、OK なんですが、はい、まあ、僕もまあ、どうしてもやらなきゃいけない撮影以外は全部キャンセルしてるんですが、今日は一つその、どうしてもやらなきゃいけない撮影の一つだったので、今、撮影中なんですが、そうですね。結構深刻な状態だと思います。はい。僕の記憶が正しければ、著名人の中で一番最初にコロナの脅威であり、ステイホームを呼びかけられたのは、YOSHIKI さんで、まだ3月の段階で、その時日本はまだそこまでの危機感をみんな感じてなかった時から、YOSHIKI さんは皆さんを心配してステイホームを呼びかけてらっしゃいました。あれは、やっぱり予感めいたものがあったわけですかね。そうですね。まあ、僕もなんか、おかしなこと言っちゃいけないなと思ってね、思ってたんですけど、まあ結構、お医者さんの友達が僕は多いんですね、お医者さんの。まあ山中教授、iPS でノーベル賞をいただいた山中先生もそうなんですが、結構そういう友達が多くて、僕は、まあ、自分が体が悪いんで、いろいろなお医者さんと喋ってる中で、どうなんですか、これはって聞いたら、いや、深刻だと思いますって言って、これです、みんなに伝えなきゃいけないと思うんですけど、伝えてくれた方がいいと思いますって言うから、こういう発言って、うかつにしていいんでしょうかっていう。でぜひ、まあ、そうやっていろんなお医者さんの方たちからぜひしてほしいと言われて、まあ、自分でもなるべく僕はその、まあ、ポリティクスとかも含めてあまり僕はそこにいつも避けて通ってる道なんですけど、今回はあえてっていうか、まあ、ちょっと心配になってしょうがなかったんで、皆さんのことが、まあ、いろんなリスクを考えた上でも配信させていただきました、なるほど。その時、ここまでコロナが長引くというのは、まさか、YOSHIKI さんも思ってらっしゃらなかったのかなと思ったんですね。いや、ただ、すごい深刻な状況だと聞いてたので、まあ、こういう状況も想定してたと思うんですけど、実際今コロナ禍の中でどういった過ごし方をされてるか、不安もすごく知りたいと思うんですけど、今現状、まあ、活動もすごくされてらっしゃいますよね、今。まあ僕はですね、まああまり自分のことはもう、あと何年持つんだぐらいしか思ってないんで、自分のことはあんまりそんなに、ただ、今回の場合はね、もし自分が感染してしまったら人に迷惑かけるんでっていうことが一番大きなことですけど、まあ僕自身もね、なるべくというか、まあ、ただとても大きな仕事を、なんていうのかな、その、引き受けてしまったので、その中の一つに、ボノとジェニファー・ハドソンとウィル・アイアムとの、コラボも実現されて、そしてまた世界に希望のメッセージも届けられていらっしゃいます。その時の、経緯というかお話聞かせていただいてよろしいでしょうか？そうですね。ボノさんとかとやった、あれは、まあ、もともとお会いしたことあるんですけど、一応、ウィル・アイアムさんがすごく仲良いので、彼からある日とか突然テキストが入って、ぜひピアノ弾いてほしいと。で、ぜひ参加してほしい、まあ、参加してほしいと言われて。いつまでっていうから、できれば今日やってほしい。ちょうどロサンゼルスが緊急事態宣言始まる日の夜だったんですよね。そうなんですね。はい。その日にやって、それからシャットダウンだったんですけど、はい。まあ、ボノさんともお会いしたこと何回かあったんで、それでまあ、ぜひ今回は。はい。なるほど。じゃあ今、XJAPAN の他のメンバーとももちろんなかなか会えるわけではないですよね。まあ、皆さん日本にいますので、そうです。僕だけ例に行って、まあ、自分が移動すること自体が人に迷惑かけるんだと思っているので、今でも。僕はもうそれ以来ずっとロサンゼルスですね。ずっとロサンゼルス。はい。8ヶ月以上。10ヶ月近くですね、以上ですね。そうですね。実際に、YOSHIKI さんのこの音楽生活、ライフの中でも、こんなに隔離されて、例年とは全く違う2020年でした。ここまで隔離されたこともなかったと思うんですよ。そうですね。まあ、特に、そうですね。やっぱり僕、1ヶ月間同じ国にいたってことがないんで、今まで、過去50年代で、はい、ずっと、まあ、1週間に1回ぐらいほぼ飛行機に乗ってたんで、ちょっと不思議な気持ちっていうのと、今、まあ、やはり、まあ、ただね、こういう状況の中で僕は先ほど言いましたけど、大きな仕事を引き受けてしまった、今、しまったので、それを、
この状況の中でその達成することが非常に大変で、まあ、ちょっと少し煮詰まってますてか、はい、やっぱり早く不安の前でコンサートなりイベントなりをやられたいという気持ちも当然ありますよね。そうですね。ただ、うん、ね、なんか僕らのアーティストって、まあ、いろんな人たちがいろんな状況にいるんで一概に言えないんですけど、これは本当に難しい問題ですよね。うん、ただ一インタビューの僕がこんなこと言うの素人なのに生意気なんですけれども、ちょうど今まで僕がインタビューをなりわいにして、世界的な建築家とか芸術家とかアーティストの方とインタビューをしてきました。その時必ず話題になるのが、じゃあアートとかミュージックとか音楽とかカルチャーが人間の生活に本当に生命活動に必要なのかっていう話題になる時があります。でも隔離された今だからこそ、やっぱりそういったアートでありエンターテインメント、音楽っていうのは本当に必要なんだなっていうふうに感じたんですが、いかがでしょうか。そうですね。やっぱり体のケアもそうですけど、心のケアという問題が、まあ、体心、まあ今回は、まあ大きな中ではこの経済問題とかもあるじゃないですか。そのコロナで確立されてしまったんで、ロックダウンで経済どうやって回すんだっていう話とか、いろんな話があると思うんですけど、やはりその中で、まあ、心のケア、やはり、アートは必要なんだろうなと僕は思います。うん、で逆に僕はそれでそのところで僕はそこで頑張らなきゃいけないんだなって思います。うん、責任があると。なるほど。ただ今まで僕インタ YOSHIKI さんとインタビューさせていただいた中で非常に印象に残った言葉で、僕は傷すら、音楽に変えていくっていうふうなことをおっしゃったことがありました。YOSHIKI さんの音楽っていうのは自身の人生の中での体験であり悲しみであり傷も全て音楽に還元されていく。まあ、だからこそ、普通のミュージシャンと一線を画しているところはあるんですが、逆に不安にしてみたらそこも心配だったりして、YOSHIKI さんが不安を心配すると同様に、不安も今、YOSHIKI さんの状況を心配されていらっしゃると思うんですね。隔離されて。何かこう、今、お元気な姿を見て安心してると思うんですけれども、今、不安の人にも何かメッセージをいただけたらと思うんですが。はい、そうですね。ちょっと精神的にはね、結構参ってます、今。いろんな、まあ、先ほど言っていろんな大きな仕事を引き受けてしまったので、ただ、こういった状況の中で、まあもちろん、ファンの皆さんにも力になれるようなっていうことを考えて、何か発信したいということで、いろんな仕事を引き受けたんですけど、まあとてもそれは、光栄なことで、でもその仕事を、ただその時はやはり、うん、まあコロナは長引くだろうなと思ってましたけど、第2波、第3波という、こういうスパイクが起こる、すごい勢いで起こるっていう、ことが、うん、まあ、それはもう完全に不可抗力じゃないですか。はい。で、まあ、実際、まあ、ハリウッドっていうのは、そのフィルムインダストリーっていうのは、まあ、いずれに全部されてるというか、まあ、撮影なりして OK なんですが、その中でいろんなことを進めてきたのが非常に大変で、うん、まあそうですね。ただ、僕が、今、なんていうのかな、直面しているいろんな大変なことっていうのは、皆さんの生活に比べたら、いろんな人たちがいっぱいいます。いろんな不安を抱えて、生きてると思うんで、やっぱり僕はそういうこと言っちゃいけないな。俺はやっぱり頑張ってますし、やっぱり皆さんに力を与えられるようね、うん、立場にいなきゃいけない。希望を与えられるような立場にいなきゃいけないと思って、ちょっと話の始めと終わりですと、人参が関わってますけど、はい、頑張ってます。今回のコロナで、また YOSHIKI さんの音楽活動、また音楽が変わって、また影響、いい意味で、音楽に反映されていくのかなっていうふうにも思ったりしているんですが、まあそうですね。痛みというのは、痛みだけで終わらせちゃいけないと思うんですよ。うん。それはいろんな人がいろんな痛みを経験すると思う。それはね、したと思う。でも、これもするかもしれない。ただ、痛みで終わらせてしまっていいのか。それは痛みを何かに変えられるじゃないかと。僕はマイナスエネルギーっていうのは、同じ、すごいマイナスエネルギーを受けた時とか、気づいた時っていうのは、まあそれ以上、まあ、僕は返せると思ってます。僕は芸術家ってそういうもんで、とてつもない痛みを、骨と一緒で、もし骨が完全に、もうボロボロになってしまわないんだったら、でも強くなるじゃないですか。はい、だから、本当に、it doesn't break you, that makes you stronger っていうか、だから痛みも完全に壊れてしまわなければ、その痛みが皆さんを強くする。自分は強くされてる。もちろんね、それはあくまでも自分の考えなんで、そんなの耐えられない。もちろんそれは、だから僕らがいるわけで。うん、
そうですね。なるほど。はい。僕は MSG の時もカーネギーホールの時も直前にインタビューさせていただいて、現地に戻りました。もちろん焦る必要はもちろん全くないにしても、やっぱりあの時の現地の特別な空間っていうのはもうライブならではだと思うんですね。本当にまたライブで YOSHIKI さん見たいとニューヨークのファンみんな思ってますので。いやー、行きたいな、やりたいな、はい。まあ、特にニューヨークは、僕のまあ、そうですね、マジソスクワガーデン、カーネギーホールという、なんか、人生の、なんか自分にとっても人生の大イベントの、すごい、きっかけになった場所で、何回もあるな、ニューヨーク。なんでなんだろう。まあ、そうですね。まあ、皆さんのおかげで、まあ、こうやって自分のこういう生活で、こういうことができてる、現実をできてると思ってるんで、本当にニューヨークの人に感謝してます。そうですね。まあ、おっしゃる通りで、実体験にね、勝るものはないでしょうけど、まあ、でもその日が来るまでは、うん、ね、まあ、こういったオンラインを含めて僕はできる限りのことをやっていきたいと思います。最後の質問になるんですけれども、はい、これも非常に抽象的な答えづらい質問になると思うんですが、YOSHIKI さんが以前インタビューの時に、まあ、カーネギーにしてもマイソンズケアガーデンにしても、まあ、天皇陛下の御前演奏にしても自分の人生がまるで夢なんじゃないかなと思う時があるというふうにおっしゃってました。ただその一方で一つは、非常に聞きづらい現実の問題として、やっぱりいろんな傷であったり悲しみもあったメンバーの脱退であり死でありご自身の病気がいろいろありました。その時に YOSHIKI さんは何度も音楽をやめようと思ったこともあると、でもやめれない自分がいると、これ非常に答えづらい質問だと思います。 YOSHIKI さんにとって音楽をこれからも続けていかれる理由っていうのは、一つは音楽ってこう自分 の体に駆け巡ってる血みたいなもので、うん、音楽がなくなったら僕は多分生きていけないんだろう、うん、ただそうやって音楽を、まあ、苦しいことがあっても続けてきたら続けていくだろうっていう理由は、多分その音楽で誰かが救われることもあるんだろう、そう思えたらやめられないっていうか、まあ、弱音を吐けない、まあ、弱音を吐くんですけど吐いても、うん、もう一つだけすみません、今の日本の吉さんファンにですね、何でも結構ですメッセージをお願いしたと思います。そうですね、本当に、ね、まあ、こういったパンデミックですね、地の中で皆さんいろんな映像を抱えたりですと思うんですけど、ね、ぜひ、一緒に、この危機を乗り切れれば、ね、光はきっと見えてきてると思うんで、うん、ね、そこまでね、なんとか、まあ、本当にみんなのおかげで僕はこうやって続けていくことができるんで、できることは何でもしようと思う、もちろん音楽を通じてなんですけど、はい、頑張ろうと思う。ぜひ、皆さんの、ね、健康を祈ってます。ありがとうございます。YOSHIKI さんのお体気をつけて、今日すいません、お忙しいところ、こちらこそすいません、なんかちょっとまたしちゃいまして、これまだこれ楽しみに今日のいただこうと思ってますので、どうもありがとうございます。気をつけてください。本当に皆さんによろしくお伝えください。あと YOSHIKI さん、必ずまた収まったらぜひまたニューヨークに必ず来てください。ぜひぜひ、もうニューヨークで必ず行きます。はい、その際に、はい、お願いします。はい、ありがとうございました。すいません、お忙しいところ本当にありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。どうも。